監督・脚本のリュウ・ハウさんスー、スクリーンプレイ・ライター、ミスター・リュウ・ハウ、えー、そして女優のソン・ジアさん、アクティス・ミス・ソン・ジア、えー、そして俳優のチュー・ヤーウェンさん、アクター・ミスター・チュ・ヤウエン、共同プロデューサーであります、アイヴィ・ホーさん、コ・エゼクティブプロデューサー、ミス・アイヴィ・ハウ。ではまず、一言ずつご挨いを頂戴いたします。So はい、監督からうも、どう今日うも、ど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 うですねも、どのの、ね、うも、ど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  o も、どう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 も、ど o も、どうも、どうも、どう m どうも、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  皆さんこんにちは私はこの詩人という映画の中でですねチェン・ホ、え、イ、ー、という詩人の妻を演じておりますよろしくお願いします Hello everyone I play the wife of the poet チェン・フイ in this film. Thank you very much. 大家好我是戚中那個喜歡扯毛庫的李武我是演員朱雅雲 みなさん、こんにちは。えー、僕はですね、この映画の中でえ妻のケイあのスパッツのようなでケイトウほどくのが好きな人物を演じております。や、えー、俳優のジュヤーウェンです。よろしくお願いします。And Hello, everyone.、Uh, I play a part of the poet who loves his、uh, wife's、uh, uh, knitted spats and likes to kind of tear that、uh, little by little. And my name is、uh,、sorry, Ju ジュヤーウェン。 皆さん、私は共同制作をしています、Ivy Ho と申します、えー。今回ですね、リュウハウ監督のこの映画を皆さん、日本の方々に見ていただけき、本当にうれしく思います。では、皆さん、おかけください。 それではですね皆さんからの質問を頂戴いたしますけれども、一つだけちょっと司会の方からお願い、ちょっと分かったような気もするんですけど、時代背景、何年ぐらいだったのか、どういう時代だったのかというのを教えてください。まずは、ディレクター、何年ぐらいだったのか、どういう時代だったのかというのを。 この映画の中でですね、時代背景としておりますのは1980年代の中頃から90年代にかけての物語ですね。え、to the s. <S uh, 選択この時期ね、正好是中国のえ、uh, 经济呢是由计划经济向、え、社会主义市场经济、え、转变的一个过程。 この時期というのはですね、中国ではあの特別な時期でした。ちょうどですね、社会主義の計画経済から市場経済へとちょうど転換期を迎えるあたりです。So it was going very uh, uh, big socialist changes in this period in China and going to commercialism and、uh, in, in the society. そういう時代を背景とした映画でございました。それでは、あ、皆様方からの質問を頂戴いたしますので、今あの時代背景が1980年代中頃から90年代のかけてのお話と伺って、ちょっとその日本の当時のえっと時代とは全く違うあの。 光景をこう見せられててすすごくあの驚いていますそれであの映像が素晴らしかったんですけれどもあの場所というのは実在した場所なのかえとそれだと今回この映画のためにこうセットを組まれたのかその辺あの場所のについて教えていただきたい a r い a す。 place，we a r existing place，and did you make sets？啊、呃、谢谢你这个问题。我们这个戏呢，主场景的全部是我们从一个无人区戈壁滩上搭起来的。我们花了大概是三个多月吧，然后搭起来的。这样，这个主场景的面积将将近有一万平米。对。 えそうですね、今ご質問いただいてありがとうございます。実はこの映画の中でですね、主なそのえ背景となっているあの街の風景のところですが、あれはですね、全部作ったものなんですね。このセットを作るためにですね約3ヶ月ほどかかりました。 For the film, the town that you see in the film was all built uh, as a set, and it took three months to build the set. <laughs> あのまあ、こ,のこのようなです、ね、昔の時代をです、ね、復元するような背景作りというのは非常に難しくてです、ね、なかなか資金面でも制限がありますのでこの映画の中で今皆さんが見られたのはこの片面だけなわけですね。 And so, uh, よろしいですか本当に素晴らしい、ね、オープンセットだったということですね。じゃあこちらその後ろの方に次の質問に移らせていただきます。はい。代表上海澎湃新聞过来採訪的 嗯、呃，作为一个在中国长大的人来说，其实里面的时代背景提示非常明显了。有一个，呃，换一个，呃，<对>邓小平的带他的，所以对我来说，我非常明白那是在讲什么时代的故事。而且，作为一个在北方长大的人，那个毛裤的细节就非常有同感，就是小时候穿的毛裤会是上面一节颜色是下面一节颜色。<对>我想知道这个非常打动人的细节是跟导演您的生活经验里有什么来源？<有> <laughs> 日本語と英語にちょっとオフィシャルなので、訳させていただきますあの、上海から来た記者ですけれども、あの私のようなです、ね、中国で生まれ育ったものにとってはです、ね、この時代背景というのは、とてもあの、えー、明確にです、ね、よく分かるんですね、まあ、鄧小平の時代に入ったとっいうことですよね、で特にです、ね、あの北の方の北方の女性たちがです、ね、冬に身につける、あの毛糸のスパッツですよね、あの色使いがです、ね、とてもあの昔風。 でとてもあの監督はですね細かいところまでですねこのディティールをですね、えー、作り上げていらっしゃるというふうに感じましたけれども監督は何かそういうものに対してご経験があるんでしょうか。So、um, uh, I am a press from the sh from Shanghai and from someone that、uh, was born and grew up in China,、uh, the time setting feels very very realistic to me and it's a time where t、uh, a i s o Ping、uh, came into power and、uh, Really, those knitted uh woolen spats, that as I saw in the film, the women did wear things like that, and you paid attention to detail even the color of those woolen uh, spats so um director, do you have experience in that era uh, actually, because I'm so know uh, to 在我周围呢也有很多的，就是我们家女性朋友特别多，哎，表姐啊什么各种一大堆，所以在家里天天见着都是毛裤在那晃悠，哎，所以这个对我的潜意识肯定是有影响的，对对，具体的是一种什么职位，让他们俩来聊。 えそうです毛、ね、糸の,、まあのスパッツということですけれども、えー、実はです、ねまあ、私、特に別にそんな経験とかですのはありませんけれども実は私はあの上海出身のものなんですね北方の人間ではないんですけれどもやはりその年齢的なこともあってそしてまた家族にです、ねまあ、女性が多いこともあってです、ね、あのような系統のスパッツというのがです、ね、周りにあ,のありましたのでおそらく潜在意識的にです、ね、そういうものがもう頭に

では、孫さんに、うん、あの身につけたことがあるのかどうか。あと、中さんにはですね、<の>チ中さ、うんは、而且我是中国北方、中国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 、中 <noise> 国<楽>、中国、ね、中国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 、毛裤中国、中、え、国、ー、中国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 、 中国の北方、東北地方の出身なんですよね。ですので、冬がとてもあの寒いので、この、まあ、毛糸のスパッツを履いてました。で、この私のためにですね、母やおばさんたちがですね、毛糸で編んでくれたものです。And actually, n d a I am from the northeastern part of China and it's very cold in the winter there.So I have experience in wearing、uh, woolen spats like I wore.Actually, my mother and my aunt、uh, knitted those spats.

非常美妙的展现出来，呃，李武这，而且这一根线充分表现出了李武对陈慧的依赖，有一种既是夫妻又有带一点点母子之间的味道，对。 はいそうですね、この映画の中で,です、ね、この毛糸のスパッツというのはどういう意味かといいますとです、ね、2人のか、えー、夫婦としてのです、ね、情愛の表現なわけですね。特にそのスパッツを からですね、ほどいてですね、系統の糸をほどいてですね、えー、長く伸ばすということはですね、この二人の感情の動きをですね、非常に微妙にさええー、表しているものなんですね。ですので、この系統というのはですね、ええー、という、私が演じるこの詩人とですね、そして妻の間の愛情をですね、表現しています。この主人公、理由とですね、妻の関係というのは、夫婦ではありながら、まるでですね。 ね、so, in the film,、uh, there is a meaning to the woman's pats, and also the, it、uh, depicts or it、um, symbolizes the love between this husband and wife. And as he、um, Unweaves the wool and, uh, wool and it comes becomes longer and longer, um, it also subtly uh, expresses the emotion between the two. And so, Liu Wu, the poet, and uh, his wife, uh, the love and the relationship is also not just husband and wife, but also sometimes like uh, mother and son. So, okay, let's move on to the, the next question. Uh, 啊，我是中国人，然后呃，导演好，还有各位演员好，然后我是代表 CCTV 国际频道呃的记者来啊来到这里的，但其实我现在是在日本，然后我其实也是电影学院的毕业生，所以其实刘浩老师的作品，然后我是有看过，对，然后其实也是特别亲切，作为我们电影学院的前辈来说，但是看完今天咱们这部《诗人》这部片子来说，其实自己本身有个特别大的一个呃。 感悟吧也算是，就是说，其实人这部片子的话，其实放在现代的一个设定，就是可能两千年以后的设定，其实也是完全成立的。那为什么会选择在一个就是可能八十到九十年这样一个比较政治或者比较敏感，或者是就是无论是外交或者军事，其实中国都处于一个比较敏感的一个时期来做？因为咱们电影学院可能像导演出来的呃很多导演的就是个师姐，可能都会比较偏好于去文革或者是那个时代的一些片子。可能在我看来，可能不是那个时期，其实也是很成立的故事。 题材为什么会一定要选在那样的一个时代背景下去拍摄？谢谢。 それではですね、あの私は中国から来たマスコミのものなんですけれども、実はあの北京田園学院劉ハオ監督とですね同じ大学の出身なものですから、大先輩に対するですね劉ハオ監督にこのような質問をさせていただくことをとても光栄に思います。この詩人という作品はですね非常にあのまあ、これを見ていてですねとてもあの考えがありました。実はですね多くの作品 はです、ね、2000年に入ってからの作品あの時代も描いているのになぜ監督はこの詩人という作品の中で1980年代から90年代までにわざわざそこであの2000年に入らないで90年代にとどめたのはなぜでしょう80年代から90年代というのは外交的にも軍事的にも非常にあの敏感な時代であったわけですね。でまたそののの前にです、ね、文化大革命の時代というのははこれは映画 ででたたくさんん描かかか。れれておりりますけれども、監督はなぜこのの1980 90年年代らあたりを選んだのでしょうか So, I'm from China, and because I also went to the Beijing Film Academy,、uh, Mr. Liu Hao, the director, is a big,、uh, great senior of mine, so I am very honored to ask a question to him.、Uh, this film, The Poet, and watching it, I felt very emotional. And many many films uh, these days are made about the 2000s and set in the age which is more present. And I'm wondering why you wanted to set your film in the 80s to the 90s, uh, because that was a very delicate time when um, uh, foreign policies and military uh, were going through many changes. And uh, there, there are many films being uh, depicting the Great Revolution. age uh, uh, cultural revolution、uh, before that, but、uh, why did you want to particularly do this age？好好谢谢你这个问题，因为呢，我为什么选择这段历史呢？因为首先我是一个经历者，呃，我很熟悉这段历史。其次呢，我又是对这段历史呢抱有一直呃非常有兴趣，因为这个是中国的经济改革呢，正好从十一届三中全会之后，从计划经济向市场经济过渡的过程当中。 应该说是一个大时代的一个变迁，那么在这个变迁下，个体命运我们会遭遇到的一种各种各样的啊、呃、类似于精神呃层面的那种困境啊，等等等等一系列的情感的变数，哎，所以呢，这个呃时间段其实是对我个人是一直是有兴兴趣的，包括接下来的还有两个呃呃剧本，都是有关八十年代到九十年代的，对，谢谢。 え実はごご質問ありがとうございます、えー、この時代をなぜ選んだかといいますと私自身ですねこの時代を経験してきたものだからですこの時代に対してですねとてもよく分かっているし非常に今もですね興味深い時代であったというふうに思っておりますこの時代というのは中国の経済がですね非常に大きな変化 を見せた時代であるわけで、えー、まあ世の中がですね、ガラッと変わるような大変。 であったわけなんですねですのでそのような大変革の中でですね人間は非常に大きなですね困惑あるいはですね苦境に立たされたわけですそういう中で人間がどう生きてきたかということをですね私はこの非常に興味を持って見つめたいというふうに思ったんですね。でですのでこののここ時代背景をこの ま時代に設定したのはそのような大きな興味からでした。またあの現在もある2つの他の脚本についてもですね、やはりこの80年代から90年代あたりを時代背景にしております。e c o n o m がと c h a い g e s reforms in China at the time and so the whole society was going through a big change and this will have effect on on the people living in this kind of um, anxiety and this kind of reform. So um, that's what I wanted to uh, probe into and also and I'm very interested in that time setting actually I'm writing two more screenplays and that's also set in the 1980s to the 90s. <laughs> uh, time here, so, one time. so we have time for just one last question. <sighs> 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 Hi, thank you for a great film. I'm uh, teaching a course in Shanghai about Chinese film to American students that are studying abroad, and uh, of course, one of the people that we look at are people like Jia Zha Zhangke. So, based off the last question uh, about setting the movie in the 80s, I'm curious uh, what sort of audience you think in China now.

やってるんですけどあの今80年代の年代設定ということだったんですけど、えー、中国でこのような映画はどういうあの客層が見るんでしょうそしてまたあのどういうふうに中国では受け入れられるのでしょうかこの辺を教えてください。の

そ,うですね、その、まあ、この時代をですね、このリウというシジント、その妻のチェンウィをですね、としてですね、表現した作品であるわけですね。And I wanted to convey that、uh, through these characters of Li Wu, the poet, and his wife, チェンウィ

对我，我我这个电影拍完到现在，其、就、实、是、我们两个之间的那个情感的故事一直都让我深深的感动着。对，然后昨天我们晚上一起吃饭还在聊天，因为私底下我们是很好的朋友，然后我们之前也合作过戏，所以这次我们两个在拍这样一个动人的这样的一个爱情故事，整个这个过程对我来说是一个非常享受的事情。 そうですね、あのまあ私たちこの。 この映画をです、ね、演じ終わってからもです、ね、本当にまあこのリウとです、ね、チェン・フイという,う人物から抜けられないような感じもしています。き、まあ、昨日もです、ね、実は食事をしながらです、ね、一緒に食事をして一緒にいろいろ話したんですけれども、まあ、以前からです、ね、共演前の作品で,です、ね、共演したこともありましてとてもあの友達仲のいい友達です。えー、そ,そしてです、ね、今回2人で,です、ね、こんななに感動的なです、ね 映画を演じて演じることができたということで、この素晴らしいラブストーリーを作り上げることができたと思います。この作品はですね、私はこれこの最近の映画の演じた映画の中でもですね、本当にあまりないような素晴らしい映画だと思います。And, uh, even after Both these characters, Li Wu and Chen Hui, uh, we couldn't get out of the characters. Uh, they stayed with us, and we were eating together yesterday talking about the film. And we had been in other films before this, but um, we became very close. And uh, it's such a moving film and a wonderful love story. Uh, and in recent times, I think this is um, one of the be best or w one most wonderful films that I have been in. えー、それではですね、フォトの準備をする間ですね、えー、ちょっとあの時間がありますので、アイビーさんにお話を伺いたいなと思うんですけども、あのちょっと、バジェットのことで、あの最初のすごい、のいくらぐらいかかったのか、ちょっと知りたいです。Is it possible to talk about the budget? Like how much budget you had on this film?、Um, the total budget was 2.2 million US.

あのセットを作ったという話が先ほどありましたが、うん、それが非常にお金がかかったんです。やっぱりね、すごいお金かかっている。<laughs> ではごめんなさい、ありがとうございます。Thank you so much. Thank you, Ivy. はい、え、じゃあこれでえ、全て終了 Thank you. Thank you ということですどうもありがとうございました皆さん。